一つ前の大戦で辛かった要素の一つに、クチートの素早さが遅かったことが挙げられるんですけど、いつも努力値、素早さある程度振って、それでも抜かされると、素早さ振った分の努力値が無駄になっちゃうと考えて、素早さね、の努力値振りをケチっちゃう傾向が自分の中にあるんですけど、思い切ってクチート、かなり素早さ上げた方がいいのかもしれない、と思いました。まあ、ともかく次の対戦に移ります。結局、同じぐらいの素早種族値のポケモンに対して上を取れるかどうかっていうのがすごい大事になってくる試合があるっていうか、からよく使われるポケモンってこともあって、素早さの努力値を利用しちゃいけないと思うんだけど、どこまで上げればいいかが非常に迷ってます。思い切ってクチートもエース振りでもいいのかもしれないけど、ボーマンダは物理か特殊か。相手は威嚇がボーマンダ1枚。物理ポケモンがボーマンダがどっちか分からなくて、モロバレル、モロバレルじゃねえや。キノガサとバシャムが、まあ多分物理でしょう。メガ進化可能性のがボーマンダとバシャム。素早さ操作の技はあんまなりなさそう。で、状態変換技はキノコの星、キノガサ。ワイドガード、ギルガード持ってるかもしれない。まあ、その辺が気になるところ。これは割とボルトロス出せるんじゃないかなと思った。普通のレート1800台の方だったから、普通の読みよりはちょっと変な行動した方が通るのかもしれないけど、どういう立ち回りするかちょっと考えなきゃいけないな。ボーマンダ、キノガサ。普通で言ったらボーマンダ守るんじゃないかなと思うけど、ハイパーボイスを無理やり通しに来る可能性もあるかな。で、あと、キノガッサがスカーフの可能性もあるよね。ただ、スカーフキノガッサでもケアできるなら、できるのは、ランダム数が上取ってるから、いきなり目が進化してくる。で、物理か特殊か、居座ったってことは特殊なんじゃないかな。ハイパーボイス通してくる。キノガサがスカーフだったら上からキノコが直し食らうから、とりあえず電池入れました。で、ボーマンダも守ってこなかったから、メザコリ通せたな。これは通そうと思えば。ハイパーボイスが来るかもしれないので、ナルトノにします。結果的にはメザコリ倒せたってことになるけど、急所痛いな。ボーマンダが交代する可能性も結構あるから、ボーマンダが守るか電磁波か。昨日だったら交代するかな。あと、ボーマンダが何してるかわかんねえ。
ボーマンダ最速か純速か、それかもっと遅いか、そこも気になるけど、ダメージ量ですぐに判別できないのが、まあ自分のにわかなところなんですけど、ボルトロスにダブルダメージで53通ってたら、これは、控えめなのか、臆病なのか、どっちなんですかね。ちょっと後でちゃんと計算したい。トリトトン。達人の帯草を結びでこっから倒せる。ああ、右残りかよ、クソきついな。マジかマジか。クソきついな。ああ、ニョロトロの特攻、目安誰か教えてください。全然特攻にドラクチ振ってないせいで、こういう場面で死にそうになる。昨日朝倒しに行くかどうかって言ったら、まあ電池入れた方がいいんじゃないってことで。ああ、ボルトロス死ぬか。昨日朝倒しに行った方がよかった。ランドロスかルンパップどっちですか。寝てる。起きない。雨が上がる。ニワトの守る、昨日朝守るあったっけ、ちょっと待って、守るあったか調べて、とりあえずギガトルが通る。で、バシャーモンとか来たらきついな。出なかった、ボーなんだか。いかなんか自分言ってること意味不明になってるな。ボーマンダー守ると読むか、椅子は、これが一番いいんじゃないかな。
ビーマンに残る。ハイパーボイス食らって死ぬ。これ非常に苦しいな。ハイパーボイスシングルダメージだから食らったら死ぬんじゃないか、これ。とはいえ、地震でこだわったらランド、いけないから、ニョロトマの耐久と、攻撃、特攻のバランスが、大体多分ボーマンが守るでしょう。ひるませ続けないと勝てないじゃん。まず一回しびれる。当たらない。おお、これはきつい。ハイパーボイス死ぬか。生き残る。ハイパーボイス2連発死亡しました。飛行タイプとフェアリータイプのハイパーボイスのミックスでございます。はい、対戦ありがとうございました。